お願いします。ご注意ください。失礼しました。ご乗車ありがとうございます。通勤特急神戸新開地行きです。次は重曹です。重曹の次は深口に停まります。出口は左側に変わります。重曹です。次は深口に停まります。3月7日に発生しました沿線火災の影響により、現在西改札口は閉鎖をしています。京都線側東改札口をご利用ください。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫びいたします。重曹です。出口は左側です。Thank you.
阪急電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。通勤特急神戸新開地行きです。停車駅は塚口、西宮、北口、宿川、岡本、神戸三宮、花熊、高速神戸です。神戸三宮には8時54分、新開地には9時3分に到着します。次は塚口です。伊丹方面側を乗り換えください。塚口の次は西富谷北口に止まります。なおこの電車の大阪型後ろ2両の連結車は途中西富谷北口で切り離しをいたします。あらかじめご了承願います。続いてお願いします。持ち主不明の荷物や危険物がありましたら触らずに乗務員または駅係員までお知らせください。皆様のご協力をお願いします。
塚口です。三上方面側を乗り換えください。次は西富谷北口に停まります。各駅停車ご利用のお客様は降りたホームでしばらくお待ちください。塚口です。出口は左側です。塚口です。お忘れ物のないようお降りください。続いてご乗車ください。扉閉まります。ご注意ください。次は西富谷北口、阪急西富谷ガーデンズ前です。宝塚、今津方面側を乗り換えください。西富谷北口の次は宿川に止まります。なお、この電車の大阪型後ろ2両の連結車は次の西富谷北口で切り離しをいたします。あらかじめご了承願います。西富谷北口、阪急西富谷ガーデンズ前です。宝塚、今津方面側を乗り換えください。宝塚方面は6号線、7号線、今津方面は5号線にお越しください。次は宿川に停まります。芦屋川六甲方面、各駅停車ご利用のお客様は降りたホームでしばらくお待ちください。なお、この電車の大阪型、後ろ2両の連結車は当駅で切り離しをいたします。これより宿川、岡本、神戸三宮、新海地方面は前8両にご乗車ください。降りを乗り換えの際、網棚、座席等にお忘れ物ないようご注意ください。西富谷北口、阪急西富谷ガーデンズ前です。次は宿川に停まります。出口は左側です。
この電車の後ろ2両が当駅で切り離しをいたします。